最初1000万の資本金で始めて1000万ぐらいの赤字出したのかな、1年目で、すごい、よし今年2000万3000万ですみたいな感じでやってた時にコロナになったコロナになったらもうバタ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 って広告がなくなってなくなっちゃった。いつもハードシングス先輩ご覧いただきありがとうございます。司会の株式会社アノバカ広報の森まりのです。今回は前回に引き続き株式会社送りバント代表取締役社長の高山さんに来ていただいてます。高山さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。縮こまってますが大丈夫ですか？大丈夫。お酒も入ってトークのキレが良くなってきましたね。高山さんじゃないと面白いんじゃない？わかります。飲まないと私も面白く話せない、濃度が違うだけで同じタイプなんですよね。何十年もやってるからこれ。さすがプロの飲み師。さすがのプロの飲み師です。じゃあ今回はそんなプロの飲み師の高山さんからとうとうハードシングスを伺いたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。一つ目のハードシングスお願いします。一つ目のハードシングスは、はい、娘が経営した方がマシだって言われた事件。ただの悪口じゃないですか。悪口なんですよ。すごい悪口なんです。どういう状況で言われちゃったんですかそれ。それは経営なんて下手だから取ってくるのはできるんだけど、うん、それにいくら使ったとかもうどうでもよくなっちゃう、売り上げ100万に対して限界200万になっちゃったら熱くなっちゃうの、そのものに対してもうもっといっちゃうみたいな。なるほど、こだわりが強すぎちゃうんですね。だから100万ぐらいでガタガタ言っております。1000年国費税ぐらいのテンションだったわけだけど、うん、でお金って何かあったらもらえると思ってたの。親会社で、うん、親会社そのためにいると思ってたの、うん、すいません、なくなっちゃいましたって言ったら、くれると思ったと思ったけど、もうそれに2年目で、最初1000万の資本金で始めて、1000万ぐらいの赤字出したのかな、1年目で。すごい。増資元の黒沢ぐらいのテンションで、それを言うために役員会だったの。何これとかって、この数字。数字を見て。岡村さんってさ、一見すごく面白くてさ、最高じゃん。で、そろそろ最高なんだよ。ただ、怒るとめちゃめちゃ怖いんだよ。あ、そうなんだ。で、アドウェイズの中でそのガチで怒られるの3人ぐらいしかないっていうの、そのうちの1人なんだよ。怒りやすい一人なんだよ。その時に役員会で、あの子どうなってんですかみたいな、うん、高山さんとかってあれお子さんいくつでしたっけとか言って、うん、あどうするですかねってこれお子さん経営した方がマシじゃないですかって その時に何て言うかっていうのを一瞬で岡村さんに試されてるわけで、うん、どうこれを切り返すんだみたいな、異常なことやるんだけど、うん、なんて返したんですか。そのまま帰ったのこうやって出てこうやってじゃあどこ行くんですかとか言ったから娘に経営の指導を仰いでまいりますとか言ってそれでみんな笑って出資また増資が決まった。すごい、すごい、笑わせて勝ったんだ。だから一瞬で考えた、うん、すごい。である意味助け船できついんだけど、うん、すごいきつい助け船なんだけど、でもチャンスをくれてるんだ。チャンスをくれてるのはある意味やっぱ金借りる時って弱ってるやつに貸してくれないんですよね。落ち込んでいくよりは元気よく行った方がいいというか、楽しくね、楽しく。ダメならしょうがないじゃんってどうせ散るなら華々しく、確かにね、でいいじゃんどうせダメなんだったら、ぐらいの感覚。めっちゃいい、いい話。2つ目のハードシングスお願いします。2つ目のハードシングスは、中国のカルチャー知識だけで駐在をゴリ押ししたっていう事件カルチャーの知識だけで、うん、中国にずっと昔から、俺は造形が深いんですね、ジャッキーチェンのおかげで俺は中国の営業マンだから俺は最強だと思うんですけど、たださ、中国語も喋れません、英語も喋れませんって、そんなやつがいけないじゃん、普通はね。だけど俺は行きたかったから昔から、家でもそのお父さんとか中国とか仕事してたから。あ、そうなんですか。中国の親しみがあって、でその中で中国に駐在された時の面接の時に、でまず最初に言ったのが、その言葉って重要ですかねとか言って重要だよそれ重要って言ったら負けちゃうから日本語喋れてもさ、営業できない人、要は営業が上手い人もいれば、同じ言語じゃないですか。そういうことじゃないですよね。じゃあコミュニケーションなんじゃないですかみたいなって、じゃあコミュニケーションの根源って何ですかとか言って、例えば中国人が桃太郎の話は知ってても、豊臣秀吉の部下の嫡子とかのこととか知らないじゃん。知らない、全然。俺たちも知らないことをさ、外国人がしたら結構やばいじゃん。おすげーってなりますね。すごいってなるから、俺はそれが結構あって。あ、そうなんですね。中国だと映画見て、もちろんジャッキー・チェンからずっと見てたんだけど、そこで普通さ、中学生ぐらいで辞めるじゃん、本校から離れるじゃん、けど離れなかった人っているじゃん、30ぐらいまで。それが俺なんだ。それが高山さん。そうで、新一冊流星校長券とか知らないでしょ。知らない。なんて言いました、聞き取れもしなかった。弓を持ってる人がいて敵が襲ってくるのね、弓は持ってるけど、矢を持ってないんだよ。矢がないけど弓だけ持ってんだよ。どうやって戦うんですか。自分が飛んでいく矢になって
だってそういう映画ももちろん知ってるし、中国の例えばラップとか知らないでしょ。中国のジブラって言われてるさ、 MC ホットドッグってさ、誰も聞いてないし。知らない、知らないよね。俺は知ってんだよ、うん、ってことはさ、その話が最初からできる人ってさ、うん、絶対に強いじゃん。強いで、三国志もちゃんと見てるしさ、水滸伝のさ、バカみたいな話もたくさん知ってる、うんうん、強い。歴史も分かります。本当にカルチャー強いんだ。英語も分かります、音楽も分かります、うん、そしたらほら話せるじゃん。すごい、ネタに尽きない。ネタが尽きないですもんね。それをできる IT の広告業界の営業マンって、うん、世の中に何人いると思います、うん、3人しかいないですそのうちの1人です3人誰だよみたいなさMBA もそれは立派だけど、うん、MC ホットドッグのことを知ってるのも立派なんだよそれは本当にすごい、うん、同じ学問だからっていうのをちゃんと平等という観点で、うん、もう理論もすり替えながら話しまくってなんとかをして納得したでしょって、これが営業力なんですみたいな。すごい。だから俺は行けば必ず数字が出てるし、すごいコミュニケーションも取れると。私たちもちょっと今納得しかけてますもんね。めちゃめちゃ勉強だ。本当にすごい。でもそういうことだと思うんです、うん、はい、では高山さん、最後3つ目のハードシングスお願いします。仕事を辞めた事件。お、シンプルだけど、え、今ですか？今です。まあ、今ってか、今はまたちょっとあれだけど、うん、去年、まあ、いろいろ金がない、金がないとか言ってて、ちょうどコロナが始まる、2020年か、そうそうそう、20年の時に、うん、その時もいろんな借金もたくさんあったから、全部返して、債務超過とか全部終わって、800万ぐらい出たの。うん、営業利益が、うん、すごい。でよし、俺もちょっと経営者として腕が上がってきたぞ、上がってきた、そのぐらいでじゃあちょっと俺もう行くかと思って、うん、よし今年2000万3000万ですみたいな感じでやった時にコロナだったのね、でコロナだったらもうバタ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 って広告がなくなって、なくなっちゃうの。で、まあ、4月いっぱいはそれでどうしようって、うん、今まであったのが全部本当に切られちゃったの、うんうんうん、よしと思って、うん、仕事やめようと、なんで仕事で仕事をするのやめようって。なぜ？過去にもいろいろやばいこともあったけど、うん、別にいいやと思えた、うん、よし遊ぼうって思って、金があったからさ、うん、半年ぐらいは遊べるなみたいな時があって、うん、映画撮ったの、友達といつも飲み友達で、うん、映画なんか撮ったことないから急に映画撮ろうよっていう、うん、その人がね、うん、紐みたいなことやってる友達で、まあその彼女もよくしてて、うん、でなんか適当に暮らしてて、そういうつもりだったから、うん、2人で信長の野望としても俺クリアしたことなかったなと、うん、信長の野望クリアしたのね、うん、次の日はじゃあ三国志やろうって言ったのクリアしたから、うん、3日ぐらいかけてクリアして、うん、そしたら俺パンちゃんって呼んでんだけど、パンちゃんさ、いつまでもさゲームなんてやっちゃダメだよとかって普通に真っ当に怒られてる俺紐に怒られてんだよね映画撮ろうっつってでスペースカーボーイって映画撮ったの。ああ、うん、ツイッターで何度も見ました。で俺今までその広告マンとしていろんなクライアントの案件っていろいろ作ってきたんだけど、そういう意味ではアート作品って初めてなの、うん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 、アートの最初は思わなくてやってたんだけど、うん、なんかやっていくうちにいいなって映画って、うんうん、やっぱし子供の時からやりたかったし、うん、ちゃんとね注目されてきたの、うんうん、映画評論家とか来たりとか映画監督とかすごく人気でしたよ。 TL 上でもみんな褒めてました。あ、そうだから遊んだで作り終わったって言ったから案件が来たの、うん、うちにもそういうの作ってくださいって、遊んでてくるんだと思って、うんうん、そっからまた作ってでまた仕事が出てきてみたいな、うん、あすごい。あの時にあがいて、うん、すいません今ちょっとなんかくださいとかやってたら、うん、多分ダメだったんで。ちゃんと遊んだ結果仕事に繋がったんですね。そうだからなんか怖かったけど、うん、もう今思えばなんだけど4月1ヶ月間悩んじゃったの。おそうですね、だからなんであの時にその瞬間にもう遊ぼうって切り替えられたかったって、うん、そういうのが後悔してるじゃあもうニッチもサッチもいかない時は変にあがかず急に方向転換してみた方がとか全く違う角度から、うんうん、うまくいった例だからって、うん、もちろんないこともあるんだけど、うん、まあまあ流れを変えなきゃいけないし、うんうん、とはあの時にコロナの時は今回本当によく思ったというか。なるほどな。高山さんってこう飲み歩くキャラというか、まあ、そういうブランディングをしてるじゃないですか。でもそれが本当にただ遊んでるだけじゃなくて一見なんかこう無駄に見えるようなことでもちゃんとそれが実を結んでるっていうのがすごいですよね。まあでも本当に遊んでるだけなんだけどねまあこういう時期だからこそちょっとあれなんだけど、まあなんとかその飲み方を見つけて遊ぶというか、うん、いろんな人に会ったりね、いろんな、うん、まあ会いづらいけどまあ、うんうんうん、遊ぶんですよ見つけて、うんうん、もう何でもいいの高山さんありがとうございました。ハードシングスじゃないんです。いやいやいや、これだって他のところで話してないですよね。そんな私仕事辞めたとかのお話も初耳ですもん。まあまあ、うん、まあ話したり話さなかったりなんだけど、ただ、うん、実は、うん、うちの会社今全員、うん、マリオスの髪型にしようかっていう
それでは中山さんありがとうございました。ありがとうございました。やばい、笑いすぎて本当にもうよだれが出る。ありがとうございました。皆さんも見ていただいて、じゃあもしよろしければコメント、チャンネル登録などもよろしくお願いします。それではまた来週。ハードシングス先輩は経営者やビジネスパーソンの先輩のハードシングス、人生の困難を乗り越えてきたお話をおよそ10分でご紹介するチャンネルです。この動画を通じて一人でも多くのこれから起業したいと思っている方、もう起業されている方の背中を押すお手伝いがしたいという気持ちで頑張って発信していきます。チャンネル登録お済みでない方はぜひ登録をお願いいたします。それでは今回もご視聴いただきありがとうございました。